はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。あ、違う、おやっとさ、ゆうきです。まだ慣れてないんでね。はい、じゃあ今日は TikTok で、誕生日の、誕生日でしたっていう動画を出して、それの、コメントがねたくさん来てたんで、それのパート2ですね、今日ご紹介していきたいと思います。前回ね2枚ご紹介しまして、で、今回残り3枚ありますって言ってたんですけど、前回のパート1の動画を出して、パート1の動画を出してから、コメントをね、このパート1の動画を見て、で見た後にコメントしていただいた方もいたので、その人たちのコメントも追加でね、またご紹介する形になると思うので、多分パート2で終わらないかもしれないですね。パート3まで行くかもしれないんですけど、今日3万1あるんですけど、これねまた増えると思うんですよね。結構コメントがまたありがたいことに、誕生日おめでとうございますっていう、コメントがね増えてきてるので、それはね、パート3パート4ぐらいまで行くのかどうなのか、うん、そんな感じでね、今日はね2枚ご紹介したいと思います。お、ヤマトがいますね。1枚目、保護犬モナカあずき小麦さんです。お誕生日おめでとうございます。素敵なケーキを囲んで幸せそうなご家族の姿はとても素敵ですね。明るい1年になりますように。ありがとうございます。この方はですね、もうかなり前から見ていただいて、でインスタでもつながっております。あのインスタの方で前 YouTube のねリクエストをいただきまして、数値規制っていうのがあるんですけど、その愛護法の数値規制のリクエストの動画を出していただきたいですっていうのをね、ちょっと依頼がありまして1回出したことがあるんですけど、まあその動画もね、コメント欄に載せておきます。その YouTube の動画もそうなんですけど、インスタの方にもすごくいいねとかしていただいて、コメントもねよくしていただいて、本当前からありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ次はね、ゆっこんかっこまーさんって方ですね。ゆっこんさん、よく来ていただけますね。ありがとうございます。ハッピーバースデー、良い1年でありますように。ありがとうございます。ゆっこんさんもね、ゆっこんさんこの1年ぐらいかなと思いますね。2020年から2021年にかけてのこの1年でちょっと、よく来ていただける方ですね。犬の画像なんですよね。犬飼われてると思うんですけども、よくいいねとねコメントしていただけます。ゆっこんさん、また、お話ししましょう。ありがとうございます。次はですね、きよみさん。ゆうきさん、ハッピーニューイヤー、そしてハッピー、あ違う、そしておめでとう、あ違う、お誕生日おめでとうございます。いいっていうコメントが、あの絵文字が来てますね。このいいっていう絵文字はどういう意味なのかちょっとわかんないですけど、清美さんはあのジュジュがね、亡くなる前から、見ていただいて、で、すごくね、コメントいいねをね、もうすごく、いただける方です。もう2年3年ぐらい見ていただいてる方だと思います。で、息子さんがいらっしゃって、よく息子さんのね、動画とかを出したりとか、あとまあ仕事が疲れたとか、よくね僕は見させていただいております。清美さん、ありがとうございます。次はね、ワンタンさんですね。フレンチブルドッグなのかな、フレンチブルドッグの画像なのかな、これは。お誕生日おめでとうございます。良き一年になりますように。ありがとうございます。ワンタンさん、ワンタンさんもすごく、数年見ていただいてる方ですね。もう2年以上見ていただいてるんじゃないですかね。ワンタンさんもよく TikTok でいいねとかねたくさんしていただいて、もう前から見ていただいております。ワンタンさん、ありがとうございます。次はですね、マリオンヌさん、コメント来ております。マリオンヌさんのね画像、こういうね手開いてる画像なんですけど、おめでとうございます絵文字が来ておりますね。ありがとうございます。マリオンヌさんはね、あのブレイクダンスを、されてて、まあ、7、8年ぐらい前に、まあ、引退されたのかなっていう、僕は認識なんですけども、今もね仕事の合間とかで、動画をね撮って、ブレイクダンスのねトップロックっていうね踊りがあるんですけど、そのトップロックをよく
載せて、いる動画をね僕は拝見しております。でまたねマリオナさんがね踊る曲がまたいい曲なんですよ。いい曲でまた踊っていい感じにね音を感じて踊っているのでね、ぜひねいつかコラボしたいなとは思ってますね。マリオナさんありがとうございます。じゃあ次はですね、アスカさんっていう方ですね。アスカさん、アスカさんのね画像はねこういうなんかピースでなんか三角形なのか四角形なのか四角形なのか、こう3人でこういう感じでなんかやってる、画像なんですけども、アスカさんのコメントはですね、っていうコメントですね顔文字が来ておりますね。顔文字のやったーみたいな顔文字なのかな、これはイエーイみたいな顔文字なのかな、ちょっとわからないんですけど、まあおめでとうっていう意味だと思います。顔文字と絵文字とね入れていただいてありがとうございます。アスカさん、アスカさんはね多分ね最近なんですよ。最近っていうのは2020年末ぐらい、年末ぐらいからだと思いますね、見ていただいてる、もしかしたら僕がそういう風に認識してるだけであってもっと前から見てるかもしれないです。うん、ありがとうございます、アスカさん。はい、じゃあ次行きましょう。次はですね、虎之助さんです。虎次郎のね、画像ですね、これはね、合ってんのかな、虎次郎、虎之助か、虎之助ですね、虎之助さんですね。コメントはおめでとうパカパカパカみたいな、お祝いみたいな感じの、コメントが来ております。虎之助さんありがとうございます。最近ですね、多分 DJ 配信を僕ね TikTok でよくやるようになったんですよ。2020年の、まあ、年末ぐらいですかね、年末ぐらいから、まあ、やることがちょっと多くなって、まあ、前からやってたんですけど結構最近やるようになってきて、虎之助さんがよく DJ 配信の方にね、来ていただいております。僕ね虎之助さんはねずっとねその来ていただいた時からもうねもうすぐ一発で覚えちゃったんですよね。でこれ前 TikTok のねライブ配信で言ったことあるんですけど、やっぱ画像がねこうパッて見て一瞬でこう、あこの画像の人って一発でわかる画像だとやっぱ覚えやすいんですよね。なので虎之助さん、この虎次郎の画像だったんで、あ虎次郎の人来たって思って名前見たら虎之助って書いてたんで、あなんか虎が好きなのかなとか思いながらね、よく DJ 配信に来ていただいております。虎之助さんありがとうございます。次はですね、宮さんですね。宮さんはですね、こういうコメントが来てます。ハッピーバースデー英語で来てますね、ケーキの絵文字が来ております。宮さんありがとうございます。で宮さんはですね、黒いダックスフンドをねの画像ですね。これ買われてると思うんですけど、宮さんもねまあ、多分ダックスフンドの画像なんでダックスフンドが好きなんですよね。宮さんはですね多分ね3年ぐらい前から見ていただいてるのかなって思いますね。うん、でいいねとかねコメントもよくしていただいて、で一時期多分宮さんが忙しかったのか、まあ、3ヶ月ぐらいかな、なかなかこう、あそういえば最近見てないなっていうのを僕が感じてた時があって、でまた、2020年の年末ぐらいにいいねとかが来るようになって忙しかったんだろうなって思って、皆さん何してるかなって結構ね考えてた時があったんですよね。最近見ないなみたいな、それは、前思ってましたね。でまた最近、コメントとかねいいねとかしていただけるようになったので、よかったです。心配してました。皆さんありがとうございます。次はですね、ダックスファミリーとルル時々私っていう名前の方ですね。おめでとうございます、イエーイって来てますね。この方はですね、まあ、いつから見てるかちょっとわからないんですけど、5匹ぐらいダックスフンドを飼ってる方だと思うんですよね。で5匹飼ってますっていうコメントが前来たことがあるような気がします。で最近ね、この方からもいいねとかコメントとかが来るようになりまして、ちょっといつから見ていただいてるのかはちょっとわからないんですが、最近よくね、目にするようになりました。やっぱりこの5匹のねダックスフンドの画像が映ってるのでやっぱり覚えやすいですね。ダックスファミリーとルル時々私さん、ありがとうございます。名前が長い
あと一人、行きましょうかね。あと一人はですね、クーさんですね。クーさんです。コメント読ませていただきたいと思います。パパさん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように、にっこりマーク。ありがとうございます。クーさんはですね、今言われた方の中で一番長く見ていただいてる方だと思うんですよね。もう4年ぐらい見ていただいてるんじゃないかなって思いますね。一番長く見ていただいてる方だと思います。そしてクーさんはね、まあ個人的にメールをすることもありますし、この前ね、ライブ配信中だったかな、コメントが入ってて読んだんですけど、まあ愛犬のクーさんかな、クーが亡くなりましたっていう、コメントが来てて、マジっすかっていう話をちょっとしたんですけど、まあちょっと、バタバタしてたみたいでなかなか連絡も取れなくて、で落ち着いたところぐらいにちょっとまた、メッセージのやり取りして、バタバタしてました、無事、見送ることができましたっていうのをね、おっしゃってました、クーさんね。うん、でクーさん、まあ僕クーさんがね住んでるあの県にね、家族で遊びに行ったことがあって、でここ面白いですよみたいなことを紹介してもらって、うん、でまたね、そちらの方にね遊びに行ったらね、ぜひお会いしたいなとか思ってたり、あとなんか保護犬カフェとかにもね、クーさん行ったことないって言ってたんで、ぜひ行ってもらいたいなって、でそこでまた、タイミング合えばね、お話できたらいいなって思ってます。クーさんありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、そんな感じでね、今日2枚ね、読ませていただきました。あの多分ね、次のパート3で多分終わらないのかなって思ってます、予想は。うん、でまあこのパート2を見てまたあのコメントいただける方もね増えてくると思うんですけども、おめでとうございますっていうコメントをねいただきまして、本当にありがとうございます。じゃあね、パート3もねお楽しみにしててください。バイバーイ。